皆さん、こんにちは。今日の動画はですね、みんなやっぱ気になる内容だと思うんですよ。早速、企画説明します。今の荒野界隈の中で強い猛者たちね、いるじゃないですか。その人たちの思ってるトップ5、やっぱ皆さん気になるじゃないですか。やっぱみんな違うと思うんですよ。企画まとめるとですね、現環境で強い猛者たちに、個人的に強いと思う界隈トップ5を決めてもらおうという企画です。まず一人目なんですけど。もうめっちゃ強いです、一人目から。ゼノライムさん、今回、一人目に選ばれました。じゃあね、早速、リストの方へ行きたいと思います。こんにちは、ライムさん。こんにちは。ライムさん、今回、僕の誘いで珍しいと思うんですけど、荒野するわけじゃないんですよ。ライムさんが今思ってる、はい。現環境界隈トップ5を見たいと思うんですよ、僕は。なるほど。やっぱ皆さん、気になると思うんですよ。まあ、俺たちモサが、誰が一番強いと思ってるのかって気になるじゃないですか。確かに。俺もね、昔、そういうの結構好きだった。ですよね。やっぱ、モサも聞きたいじゃないですか。うん。今回、それをやりたいと思います。じゃあ、ライムさん、早速、発表してもらいたいんですけど。じゃあ、トップ5から。トップ5は、はい。総合的に見てたんですけど、はい。マンティスのコロワーかな、とは。マンティスのコロワー選手。これちょっと、ライムさんにお願いがあって、近距離と中遠距離と個人の判断力を、うん、1から10でつけてほしくて、うん。コロワーさんはね、判断もいいイメージあるから、はい。中距離とかむずいな。これがまあ、イメージなんで、あくまで。全然もう自分のイメージ通り言ってもらえたら。889。889、近距離が8ですか？うん。で、中遠距離8、判断力9。うん。高いですね、結構。高めにね。じゃあ、ライムさん、トップ4の発表、はい、よろしくお願いします。4は、はい。皇帝かな、皇帝。あ、俺？うん。俺か。俺なんや、まさかの。まあ、あんまりリーグ戦とか一緒に出たことないけど、まあ確かに。リーグ戦自体は、てか一緒に一回も出たことないけどね。オンラインチームだったことがないから。じゃあ、近距離、中遠距離、判断力の評価をよろしくお願いします。まず、はい。近距離、まあ、感度があんま高いイメージないから、はいはいはい。近距離は 7.5。7.5? 新しいのが入った。小数点出てきた。中距離10。はい。判断力9かな。ああ、いい評価ですね。うん。俺がトップ4と。うん。じゃあトップ3の発表、ライムさん。よろしくお願いします。出たことないんだけど、うん、個人的に、こいつ M いいなって思うのは、レイ君やな、NVC。ああ、ノービスレイ君ね。うん、かわいいし。ちょっと強さ関係ないけど、そこは。近距離と中遠距離、判断力の評価をよろしくお願いします。近距離 9.5、中距離、まだ上手い人っていう感じで8。はいはい。判断力はそんな、めっちゃいいっていうイメージないから、まあ6ぐらいか。まあ近距離10でいいや。近距離10。近距離10、中遠距離が8、判断力が6。近距離確かにね、ノブセイさん強いんで。チームに1人いたら結構助かる。そうですね。5対5も設定1回使わず使ってくるとかね。じゃあ、トップ2の方。トップ2はね、アベスのね、ベティ。アベスのベティ選手。近距離。遠距離、判断力の評価をお願いします。8、80。ベティさんやっぱね、司令塔ということもあり、判断力が高いと。判断力が10ってマジでいいと思う。マジでベティは一人チームにいたら結構いい存在なんだろうな。ライムさん結構いいやつね。評価理由してますね。ありがとうございます。トップ5、マンティス・コラ選手。トップ4、俺。トップ3、ノブス・レイ選手。トップ2がアベス・ベティ選手。じゃあ、最後のトップ1の方をよろしくお願いします。トップ1は、まあ、実は3人いるんですけど。3人多いなぁ。まず僕ですね。あ、はいはいはい。まずライム選手。はい。で、あと、プニ君。はいはいはい。そのプニ君ですね。あと、ローさんかな、やっぱり。あいつはね、期待も込めて。今後の期待を込めてトップ1。個人の実力で言ったらマジで上手いの知ってるから、これ。ローさんが。はい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 。感じかな。なんか予定以外の3人出てきたんですけど。うん。まあまあまあ、ゼノフミキメ選手はまあ一緒のチームでやってるんでね。ライムさんはもう自分が強いと思いながらやってるから、もう。
そう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 。で、ローはおまけと。いや、ローは、あいつはね、実はね、マジでうまいんすよ。はいはいはい、ロー選手。でもね、クリップ上げなくなってからあんま目立たなくなった。クリップが声かやべで結構目立つには結構大切だもんね。まあ、ローさんは裏で暗躍してる場合が強い人と。普通に打ち合いが強い、マジで。一応3人出てきたんで、3人とも一応聞いていきたいと思います。じゃあまず、ロー選手。近距離10。はい。中距離が7。で、個人の判断が8。8。はい。ね、ライムさん一つありまして、ここで。はい。なんかトップ5とかの方が、総合的に多いんですよね、点数。あれ多分、ね、俺は、あの、近距離が一番大切だ。あ、また、じゃあ近距離を優先、距離ね。はいはい。じゃあ、次。手のプリヒム選手。プリ君は近距離10。はい。中距離8、個人8にしよう。はい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 。やっぱ近距離10の人だけ結構上位に上がってくる。最後、ライム選手。僕は、まず近距離が10。はい。で、中距離は俺地味に上手いんで、8.5。8.5。判断力は？あ、まあ俺実はこう見えて頭いいから。はい。で、どうやって言ったらちょっと恥ずかしいから9人しとこうか。9と。やっぱ自分がね、強いと思いながらやることは本当に大切なんで、まあこの評価もね、結構いい評価基準だったと思うんですよ、やっぱ。近距離を基準にして、判断力。ありがとうございます。ライムさんのバトメイトトップ5、マンティス・コロア選手。トップ4、これ。トップ3、ノーミス・レイ選手。で、トップ2が、アベス・ビティ選手。で、まあ、トップ1が、まあ、3人いましたと、なんか3人出てきましたと。まあ、ライム選手。そして、プリン。そして、おまけのローさん。以上になりました。まあ、やっぱこれは人によってどんどん変わってくると思うんで、やっぱ同じチームでやって、たら分かることあるんで、あと個人的にはいいいなって思うのはしみじさん、はい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 、絶対やりやすそう。それもう情報量とかないです。まあやっぱ今のおばさんたちみんな強いんでね、難しいですよね、このトップ5を決めるっていうのも。実はマジむずい。じゃあ本日はライムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まああと4人くらいに聞いていきたいと思います。まあ次はですね、日程が決めてないんで、どうしようもないんですよね。今日はできないんで、まあ、次は、楽しみにしておいてください。誰かは適当に決めます。はい。本日はお疲れ様でした。お疲れ様です。First off, bitch, I'm A to the genital. Semi-automatic, cause I'm sleeping with the demon. Don't fight it, so the blades lay hands on my bed, yeah. Really, it don't matter what you bet it on my side, you know. Yeah, crumb, face, broke, stays on my low knees. Super max states, got my dick breaks. Shadow clones, running on the blood lakes.